鳥山石燕《根弱がと続百鬼より、和入道著者不詳、諸国百物語より、共闘党員方は、車のこと、水木茂ロードに設置されている、和入道のブロンズ像。和入道は、鳥山石燕の妖怪画集、根弱がと続百鬼に描かれている日本の妖怪。鳥山石燕は、炎に包まれた牛車の車輪の中央に、男性の顔がついた姿を描いており、 解説文には以下のように述べられている。車の古式に大なる、乳道の首つきたるが、語りに手を乗れと巡りありくありこれを見る、物魂を失う、このところ勝ち母の里と紙に書きて、家の出入りの戸に押せばあへて近づくことなしとぞ、和乳道は自分の姿を見た者の魂を抜いていき、このところ勝ち母の里と書いた紙を熟符として、家の戸に貼ると、 和乳道が近づくことができないという意味である。このところ勝母の里とは、中国の儒家の思想、孔子の門人である宗師が、母に勝つの名を嫌って勝母の里に足を踏み入れなかったという、式数は切られつ伝での逸話が由来とされている。石煙の和乳道は、その形状や内容から1677年観光の諸国百物語に記されている京都の、 東動員通りに現れた車輪の妖怪、片和社から取材され、描かれたものであると考えられており、根尺がと続百0機で、別々の妖怪として描かれている、片和社と和入道は同一の説話を素材として、別々に描かれた作品である。諸国百物語での挿絵には、車輪の中央に顔がついた形の片和社が、描かれている。和入道は男性、片和社は、 女性として描かれており、現在もそのように解釈されているが、片和社の姿が女性として描かれ始めてたのは1743年刊行の諸国里人団あたりからである。石炎以前の半本の挿絵において、すでに描写の違いが存在し、本来は全く同じ説話であった片話者、片和社が片和社とは入道という二つの妖怪へと分岐していったのではないかとされる。 ありがとうございます。